和歌山県の飲食店勝手に応援プロジェクト始まるよ。皆さんこんにちは、マネさんです。イエーイ、イエーイ。さあ今回は和歌山県に来ておりますが、まずは紀美井寺に参拝してから食事の方に行きたいと思います。まあまあこんな感じの紀美井寺、歴史的には1250年前も歴史があるってことで、今回何かに導かれるようにやってきたんですよね。そしてその何かがこれを登ると分かっちゃったんですよね。まあとりあえずですね、こちらの階段から登っていくんですけれども、この階段めちゃめちゃ急なんですよね。しかもめっちゃ長いやつ、何段あるのかなと思って見てみると、何段だこれ、231段かな。さあ登っていきたいと思います。さあこちら登るとね、今ね、今だけしか公開してない仏様に会えるというところで見に行きたいと思いますが、こちらの方はカメラが入れないので、そうですね、1200年ぶりに会える仏様らしいので、すごくご利益あるのかななんて思っております。まずはこちらの建物の中の仏さんをドーンと映しましょうね。こちらきらびやかな仏様、しかもめちゃめちゃ大きいんですよね。おーすげーって感じでしたね。まあここもお参りしながら、仏様、1200年の仏様はこの建物の裏側におられました。ただね、すごく説明もついてて、すごく分かりやすいお話だったなと思います。こちらのお寺はですね、実は見晴らしもすごく良くて、さすがに200段以上登った回があったなっていう、この見晴らしの良さ、ぜひぜひ和歌山県に来たら一度は立ち寄ってみてください。それでは食事に行きましょう。今日ご紹介するのはこちら、中華そば楠本屋さんでございます。駐車場はね、ちょうどこんな感じになっておりまして、この駐車場から歩いてすぐここですね、ここがお店になっております。ではちょっと歩いて行ってみたいと思います。ダダン、到着しました。改めてマネさんです。イエーイ2回目やっちゅうね、2回目言いました。さあこんな感じの表通りに面したところに、そちらのお店はあります。中華そば楠本屋さんでございます。和歌山中華そばというところで、和歌山ラーメンですね。さあ和歌山ラーメン、今日ここで3軒目になりますが、ここはどんな感じの和歌山ラーメンでしょうか。それでは皆さん行ってきます。はい、こちらがメニューになります。数量限定のネギそば、めちゃ気になったけども、まあここは一つチャーシュー麺でも行きましょうかって感じのところと、あとね、めちゃめちゃお腹空いてるんで、結構ご飯もがっついちゃおうかななんて思っております。さあやってきました、豚そばとご飯、1050円になります。おー、和歌山ラーメンって感じですが、こちらのラーメンはどちらかというと匂いがあんまりない、豚骨の匂いがあんまりしない、そんな感じのあっさり系なのかな。とりあえずスープいただいてます。おー、あ、思った以上に味はね、濃いめで僕好みかもしれない、というかこれ多分ご飯にめちゃめちゃ合いそうなスープだな。それでは麺の方はこんな感じですね。それでは行ってみましょうか。それではいただきます。あー、空腹にあったかいラーメン、めちゃめちゃ染み渡る、これね、美味しいな。うん、やっぱりね、ここもラーメンもめちゃくちゃうまいやつです。そしてスープは濃いめなんですけども、思った以上に豚骨臭みがないので、あのすごくあっさりした感じのスープになってます。んでご飯に合うんやろうねっていうね、そういうスープでございます。なんかもうめちゃくちゃがっついて、ほとんどね、撮影そっちのけでやってますけども、さあ問題はご飯と一緒に合わせてみたいなっていうねはい、やっぱりこちらのラーメンはご飯に合うので、ご飯が進むラーメンかなと思います。こんな感じでね、ラーメン食べてこの味がいいから、このご飯と合うんですよね。
このご飯がまた美味しく感じちゃう、そんなラーメンでございます。皆さんぜひぜひ一度立ち寄って食べてみるといいです。あのネギそばね、みんな他のお客さんネギそば食べてたんがめちゃめちゃ気になったんだよね。そう、このスープがご飯に合う元のスープだと思うんだよね。これなぜかずっと飲んじゃう、パッと見味噌ラーメンに見えるけど和歌山ラーメンでございます。そんなわけで今回いいお店見つけたなーって感じの旅になりました。というところで今日はこの辺りで満足満腹になりました。イエーイ。マレさんの感想、豚骨臭くない醤油豚骨スープでございます。ご飯に合うラーメンでした。限定ラーメンもめちゃ気になる。中華そば楠本屋、場所は和歌山県海南市不能257-9、営業時間はご覧の通り、電話073-482-1661まで。最後まで見てくれてありがとう。これからもグルメ動画を発信していくので、応援してくれる人はチャンネル登録の方だけよろしくお願いします。チャンネル登録無理なら高評価だけでもありがたいです。とても励みになります。こういうのって本当に嬉しいよね。あとツイッターの方もやっております。ツイッターの方もフォローしてくれるとありがたいです。そして皆さんのグルメ情報あればお待ちしております。コメントの方に書いてくれると、そちらのお店にスケジュールを合わせて行ってみたいと思います。さて、子供の舌を持つマネさんがお届けいたしました。最後に本当に聞いてほしい重大な情報があるんで聞いてやってください。